こんにちは、マリタラコです。いてててちょっと待って待って、足がついてて足がつって痛い。足がつる。はい、ということでね、足がつったのも治ったので始めたいと思います。改めましてマリタラコです。今日はね、何をするかというと、今日は禁煙グッズ。禁煙グッズというか、私すごいヘビースモーカーなんですよ。それで昔ですね、若い頃は煙突マリコというあだ名がね、ついてるぐらい、こういつも煙がね、頭から出てたんだと思うんですけど、それぐらいね、一日ね、多分、2箱半からね、3箱ぐらいは吸ってましたね、普通のタバコね、紙タバコ。それをずっと吸ってて、5年前ぐらいに、1回、アイコスにしたんですよ。で、アイコスってなんか、やっぱちっちゃい紙タバコみたいのを、こう、ね、機械に挿して吸うんで、多少なんかね、ちょっと、なんか焼ける匂いっていうか、小麦粉みたいな匂いがして、なんかね、私には合わなかったんですよ。それで、次に、ブルームテックっていうやつに変えて、5年間ぐらい、ずーっとブルームテックを吸ってたんですよ。で、ブルームテックは、あれ、確かタールが入ってないので、歯とかのこういうね、裏にヤニの、あれがついたりはしなくなって、でもニコチンはちょっと入ってるので、ブルームテックも結構高いですからね、今ね。1箱500いくらして、1日でやっぱ2箱か3箱ぐらい、こう毎日毎日ね、買い続けていたんですよ。で、結構ね、大変なので、高くなっちゃうのでね、そろそろちょっとね、どうしようかなとか思って。でも私どっちかっていうと意志が強いので禁煙できないんじゃなくて禁煙別にしたくないタイプだったんですよ。だけどね、そういうこともあって高いし、ね、ちょっと禁煙というかやってみようかなと思ったところでいいものを見つけまして、昔禁煙パイプでしたっけ、なんかこんなこういう感じで。ただ吸って、煙出なくて、こう、吸って、こう、吸った感じ、みたいので。で、ああいうのも試したことあるんですけど、やっぱり煙が出ないと、全然普通のタバコに戻っちゃうんですよ。そこでね、私が見つけた、今結構ね、吸ってる方も多い、シーシャのポケットシーシャっていう持ち運べるね、シーシャがあるんで、それをね、買って、吸ったところ、なんと、シーシャ買って届いた日から、もう、普通のプルームテックを吸わずに、シーシャだけに切り替わったので、シーシャはニコチンゼロ、タールゼロなんで、こう、タバコではないんですよ。なので、もう、それがね、1ヶ月半ぐらい前から始めたんで、もうニコチンは私の体から抜けたと思います。で、その商品をね、紹介したいと思います。で、まず最初にね、一番最初に買ったのがネットで、これなんですよ。グレースエアっていうね、これ、中身が、開けると、これを開けるとこういう感じで、こういうね、銀のパッケージに1本、1箱に1本入ってて、中身はね、こういう感じなんですよ。で、これが、どういうのがあるかというと、グレースエアが1本で2000回吸えます。味は、アップルピーチストロベリー、ピンクレモネード、ミント、エナジードリンク、アップルグレープ、パッションフルーツ、ミントブルーベリー、バナナココナッツ、チェリーピーチ、ブルーライズレモネード、の10フレーバーです。で、1本だと単品で買うと
1350円。それがね、3本セットで3600円で売ってるので、450円ね、お得です、セットで買うと。そしてなんかね、この私が買ったアップルグレープ、これがね、一番美味しかったので、また頼もうかなと思ったら、なんとなんと、このアップルグレープだけ売り切れになっちゃったんですよ。でね、何でもそうなんですけど、お菓子でも何でも。私が買うものって、絶対すぐ売り切れちゃうんですよ。なので、これでもどうしてもこの味が良くて、探したら、これの、同じグレースエアーで、ちょっと、さっきのは、これはね、2000回吸えるんですけど、これが同じ味で、アップルグレープであったんで、ちょっとまあ箱はね、捨てちゃったので、これも、同じ、さっきのと同じメーカーで、これは1000回なので、これの半分しか吸えないんですけど、味が同じなので、これを頼みました。それと、これですね。ちょっと違うやつのね、こっちのマンゴーの方の味も頼んでみました。これ両方とも美味しかったです。でも、どっちかというとこっちの2000回吸える方の方が吸いごたえがあるというか、やっぱり日持ちもするし、これでも吸い方にもよると思うんですけど、私結構頻繁に吸ってるんで、まあ1日は持ちます、これで。1日半ぐらいかな、持ちますね。で、これは1000回なんで、ちょっと吸い心地も弱い感じが、味は同じなんだけど、吸い心地弱くて、これは、1日持つか持たないかぐらいですね。で、こっちのグレースエアが、1本で1000回吸えます。味が、グレープレモン、ストロベリーキウイ、クールミント、グレープフルーツブルーベリー、マンゴーパイナップル、ピーチストロベリー、コークアイス、アップルピーチ、ストロベリーバナナ、グリーングレープ、マンゴーオレンジ、エナジー、ブルーベリーレモン、アップルグレープ、ミックスベリーピーチ、パイナップルオレンジの16フレーバーになってます。これも1本で買うと1080円で、2本セットっていうのがあって、1820円でね、売ってるので、340円お得になります、セットで買うと。そしてですね、次に買ったのが、まあ、ネットでばっかね、買ってても大変なんで、近くのドラッグストアに行ったら、あったので、見つけたやつが、これです。エイティングバー。この味が、ブルーベリー、エナジードリンク、アイスミント、ウォーターメロン、コーラ、ダブルアップル、グレープフルーツ、モヒートのね、これだけ種類があります。そしてこれが1回というか1本で1800回吸えます。これが1本1580円で売っていました。はい、これもね、1800回吸えるので、結構吸いごたえがあって、長持ちはします。1日は絶対吸える感じで。これも結構お気に入りです。はい、そして次のがこちらです。これ、スキラって読むのかな、ちょっと間違えてたらごめんなさい。スキラっていう感じで、これがね、めちゃめちゃ可愛いんですよ。こんな感じで開けると3つ、じゃーん。じゃーんって感じでこう入ってて、これちょっと中を開けるともうこれ、知ってみたんですけど、これ可愛くないですか？なんかドリンクみたいな形になって、ここになんかバッテリーが付属でついてたので、まあ、充電しなくても吸えたんですけど、なんでバッテリーがあったのかわかんないんだけど、まあ、全部、今までのも全部使い捨てなんで、味がなくなったらもう、吸えなくなっちゃったら捨てるんですけど、これなんかバッテリーついてて、これもでも結局捨てるやつです。で、まあ、これがミネラルウォーター。で、どんな感じ、これが一番、あれですね、一本で吸える回数が多くて、5000回吸えるらしくて、これは一番爆炎っていうの、吸いごたえがすごいです。これ煙どんな感じかやってみますね。普通にこんな感じ。
これもうで、これミネラルウォーターだからなんて言っていいんだろう。味がちょっとほんのり甘くてスースーするんだけど、ほんとなんか水みたいな味がする。ほんとにミネラルウォーターの味でも美味しいですね。これかわいいなぁと思って、ちょっと使い終わっても捨てないで取っとこうかなと思います。はい、スキラのミニカップですね。これが1本でなんと5000回吸えます。これ1本でなんかタバコにすると20箱分ぐらいです。はい、で味がピーチソーダ、ミネラルウォーター、純粋ぶどう、グリーンアップル、レモンミント、アイスコーラで、これネットで売ってたのが、ピーチソーダとミネラルウォーターと純粋ぶどうのこの3つが1セットで、もう1個がグリーンアップルとレモンミントとアイスコーラで1セットで、こう味これだけがいいとかは選べなかったので、どっちかですね、2種類あって、で値段が3つ入って2699円ですね。なのでこれが多分一番多く吸えて一番安いんじゃないかなと思います。もう1個買ってみました。これがベイプから出ているニココっていうねやつで、これは私なんかアップル系とかグレープ系が好きなんで、これなんだっけな、グリーンアップルっていうのがあったんでね、これは5本セットです。これまだ吸ったことないので、これだけねちょっと吸ってみようかな。これも同じように銀のパッケージで開けると、よいしょ、開けるとね、大概ここの底にこの紅シリコンのこういうカバーゴムのねついてるんですよ、どれも。で上もこういうシリコンの線が蓋がついてるのを取って、それでもうこのまま何もしないで吸えるんですよ。これ初めてなんで吸ってみます。なんかもうすでにグリーンアップルのいい香りがしてる。うまっ。めちゃめちゃ美味しい、これ。甘い。あ、でも、うん、美味しい。味はなんかこれに似てる感じですね。やっぱアップルが入ってるから。え、でもこれいい感じ。これでも大きさ的には、だいたいちょっと持ち運ぶのにね、あれなんで並べてみましょうか。こんな感じで、手に持った感じ。大きさ、だいたい、こう、下揃ってるんでね。こんな感じで、で、これだけ。まあ、でも長さ的には、結構、同じぐらい。こんな感じで、これを持ち歩いていれば、これを持ち歩いていれば、ほんとタバコってほら、普通のタバコだったらライターとか、今灰皿とかね、ポケット灰皿、携帯用の持ち歩かなきゃいけないし、まあブルームテックとかでも、まあ結局買って、取り替えて、あとバッテリーも持ち歩かなきゃいけないし、バッテリーも充電して、結構めんどくさかったんですよ。で、これにしたらなんかこれを一本持って、って言って、まあ、替えで一本ね、使ってないのを持ってれば、万が一これがもう吸い終わっちゃった時にそれ吸えばいいだけだから、もう本当に便利だし、なんせ、美味しい。で、これすごい美味しい。これも美味しいです。で、今までいろんなの試したけど、本当に変な味はあんまりなくて、どれも美味しいので、多分、どのメーカーのシーシャを買っても、OK だと思います。ただ、何回吸えるか、それによってだと思いますね。だから多分吸い応えとかそういうのを考えると、一本で何回も吸える、多く吸えるタバコの方、タバコというかシーシャの方が、あれですね、いいと思います。はい、ということで、あ、そうそうそう、あとシーシャとはね全然関係ないんですけど、おすすめグッズとして私今ね、口内炎が実はできてるんですよ。ちょっと、グロいんですけど、ちょっと、見てみます見えるかな、見える、めっちゃここ、3個ぐらいできてて、すっごいなんか、海洋みたいになって、めちゃめちゃ痛いんですよ。それで、口内炎の薬でよく、半透明みたいので、こう、傷口っていうか、ここに塗ると、それをコーティングして、
あの、食べ物とかがね、当たらなくなるっていうのは、使ったことあったんですよ。だけど、あれだとご飯食べる前にさすがにちょっと塗って、ここにある時に食べたくないじゃないですか。で、新たに見つけたのが、またこの薬局で買った、このデンタルクリーム。これ。これなんですけど、これ合ってるよね。ちょっと待って。これ。これが、最強。あの、まあ、透明の、うわ、透明のね、あの、あれなんですけど、これを、もうほんとちょっと米粒ぐらい取って、ここに、こう、ちょっと軽く塗るんですよ。それでもう30秒ぐらいしたら、あの、よく歯医者で麻酔ね、やった後、ここら辺感じなくなるじゃないですか。あんな感じで、30秒ぐらいしたら、もう、ここがちょっとね、痺れた感じになって、全く、麻酔がかかって痛くないので、別にご飯とか普通に食べれるし、これ神です。もし、口内炎でお困りの方がいたら、ぜひ薬局で探してみてください。これですね。口内炎、口角炎に効く、デンタルクリーム。なんか歯が痛い時も歯の隙間に、これをつけるといいって書いてあります。ちょっと今日は禁煙グッズとは関係なかったですけど、使ってよかったので、おすすめですということで、紹介してみました。では、皆さんも禁煙頑張ってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー、バイバーイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。